どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。トロール EX7 ブロークンクリエーショントロール。説明文に本気のトロールコース7、難易度星3つ、コースの長さは少し長め、騙しの創造神と騙しの魔女に影響を受けて騙しの魔術師は誕生した。騙しは未来永劫に結ぶ。この説明文はナレーションか。まるでテレビのナレーションみたいな説明文してますけど、これに書いてある騙しの創造神と騙しの魔女っていうのはおそらくユートさんとテルルさんっていう方なんじゃないかな。まあその二人に影響を受けて騙しコースを作ってるんじゃないかなと思います。でこの制作者さんのコース初めてするんですけど、数年前からこう言ってたんですよ。いつかピオちゃんに私の騙しコースされるのが夢って。ということはその夢が叶ったみたいですね。今見てるかわかんないんですけど。嬉しい？ねえ、ねえ、ねえ、さ、僕からされて嬉しい？もうこれ以上変なこと言ったら嫌われちゃうからやっていきますね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.03%。 ちゅうかめちゃめちゃ言うの悩んだんだけど、ここだけの話をしたいと思います。実は私、2匹目の猫ちゃんを今から見学しに行きます。まだ勝ったわけじゃないよ。マジで考えてるんだよね、2匹目。なんちゃん一人だったら寂しいかなと思って、いやめちゃめちゃ可愛い子がいたからさ、ちょっと見に行こうかなって。お前はいつも可愛くねえか。開幕一緒やじゃん。でどんな猫ちゃんかって言ったら真っ黒なんだよね。で耳も小さくて短足だからマジでタヌキみたいに可愛いのよ。もう僕一目見た瞬間心奪われちゃいましたね。命も奪われました。これねマジで言うの悩んでたんですよ。ライブ配信とかで新しい家族ができましたみたいな感じでみんなをびっくりさせたかったんだけど、もう楽しみで楽しみで楽しみすぎてつい口走っちゃいましたね。うん、こいつも口走ってますけど、この先行けんのか。針があるけど行けるか。見てくださいよ、キノコの裏に魚がいる。この魚のせいでさっきはジャンプできなかったんですよね。でここ無理じゃないかな、早く行けっていう感じ。あ、床があんのね。じゃあこれでドアに入れますと。で次はどんな罠が来るんだい。なんか今日喉の調子がめちゃめちゃおかしいんだよな。てかこれ行けんのか、こんなん無理じゃない。この目はぁ。なんだここ。ごめん、マジで喉の調子がおかしい。なんか詰まってる感じがするんだよな。じゃあこれ下に隠しブロックがあったから走ってジャンプせーみたいな。いやそんな無理でしょうか。やべえよみんな、やる前から喉が枯れちゃってるよ。あ、今なんかピーって鳴ったね。このピーって鳴ったのが全然わかんない。ここジャンプしてもダメだし。なるほど、ボムちゃんが来てくれんのね。これもむずくない？床ある？床あるじゃん。で10コインの方行くのは怪しすぎる。このハテナも怪しすぎる。右上も怪しすぎる。なんだったら全部怪しい。叩いてすぐ左に逃げてみようか。こんなん取れない、僕のでも思っているのか。さあここでキノコを取りの、このハテナを叩いた瞬間土管に入ろうか。今ハテナを叩くのも悪かったね。ハズレじゃねえんだよ、なその顔は。ヒント、10コインの方ってか。それ以外ないもんね。あれ、いつも叫び散らかして全然喉枯れないで有名な私なんですけど、やる前から今日は喉が枯れちゃってる。どういうことなんかな。うわあ。合ってる合ってる合ってる。よっ。待って、クリリーン、クリボンが出てきたんだけど、左も気になった。上行くのもすげえ怪しいんだけど、右の方もやっぱ気になっちゃうよな。っていうかちくわブロックを壊さないで。ねえどっすん、こっち戻ってこないよな。で上は何もないかい。ということはこの上に行くことで間違ってはないと思いますよ。さあフラワーは取っていいのかい。フラワーを取れました。で上にどんどん進んで、この氷をどかして、この派手なのは絶対魚が出てくると思うよ。コインか。で下の針に当たって土管に入れということですね。ここも床がある。頼む、キャッチブロックあって。そこじゃないんだよ。ここで氷を溶かしてチビになっていけばあの土管に入れるということなんでねえの。いやこの方のコース数年間やってこなかったんですけど、めちゃめちゃいいコース作んじゃん普通に。なんでやってこなかったんだろうな。でいいか、お前は何をしてくる。クパクラ怒ってるって。じゃあ踏んだ瞬間すぐ右を進歩。この顔面狂気が。スピンだ、スピンで踏まなくちゃいけない。で右下の3本もこっちにだから早めに右に行っちゃうか。成敗されてたござる。全くもってわからんぜ。踏んだ瞬間左上に逃げろみたいな。そうするとあのサンドがいなくなってくれる。で隠しブロックがあった。この上はいけないのかな。いや普通にはいけるんだけど、バッておいジャズだって。頼むから。あ、ここも床があるじゃん。で上のハテナブロックは絶対叩かない方がいいと思うよ。
いやもう気になっちゃうよな。叩きに行ったら怒られる。でも僕は行っちゃう、行っちゃう。マジでなんかごめん。こんなんばっかするからね、わざと罠に引っかかりに行くんじゃないよってよく言われるんですよ。で右と左どっち、まあ、アイテムの方行ってみようか。で10個入りの、あ何、あなた何これいけんのか。お前ふざけんなよ。いやマジで楽しい。黒コース、今までやらなかったことを謝りたいぐらいですね。でここはハリーオッターと思ったけど床オッター。で左はキノコは取れないね。おいおい、あからさますぎねえか。この左、右は正解なんだろ。2分の1のカビがついてんだこっちは。とおかしいの、オンオフすれば悪悪悪ハテナブロック、助けてこの豚野郎が。音楽なくなんなよそこで。え、オンオフは、オンオフ勝手に変わってくれんのね。で上にどんどん行きの、これはばあちゃんが作った梅干し。今反応したつもりだったんだけどな、しゃがんでたじゃん。なんかしゃがみが解除されたみたいですね。でこの次は中間取らせてくれとか、ありがとう。で右か左、今日2分の1多くない。右に行ってみる、こっちの怪しい。絶対あったと思うよ。でキノコはダメだ、この魚の方なんだろ。なんで俺だけ燃えんだよ。本当に申し訳ないんですけど、左気になるから行ってみてもいいか。右で、それ以外ないと思いますよ。最初から分かってましたけど。僕には、何やってんだ俺。こんなのね、何年も作り続けてるって、そんなにバカにするの楽しいかい。そうかいそうかい、ならすぐに走る。いや待て待て、この鍵いるんじゃない。鍵を取った瞬間すぐ左に出してきた、この鍵だ。やっはっはっはい、どうもこんにちは。コイン、見えない見えない。日本語で書け。とりあえず分かったことがある、左の鍵ドアに行ったらダメということですね。で上にも行けない。じゃあこの鍵、あれ、あ、ここの鍵取ったわけじゃないのか。これで右に行けっていうことなんだね。で何このモグラ、その右開いてくれるの、頼むモグラいなくなって。よしサバーベーだモグラ、僕が言ってやるぜ。はいどうもこんにちはってな。で右上に行くのか、左上、いやこれは右上に行けるな。足場があるないよ。右上線があるから床があるって思うじゃん、あれ乗れるって思うじゃん。じゃあこっちに行けば、なんかツタが出てくる音が聞こえた、このツタに登っていけということか。で右上の方にはドッスンがその顔やめろってドッスンこのスキンしかできねえ顔すんな。でこのドッスンは下落ちる。あー、なんかこれ見てねえで来いよ。ドッスンさんよ、その顔で左右に動くのやめてもらっていいですか、変態っぽいぜ。じゃあすぐ右下に行けっていうことですね。でこのドアに入っていけばいいのかな。うわ左の方もすげえ気になる、こっちで大丈夫。佐藤親父絶対こっち来る。で上の奥枕、もう明太子食ったのバレバレなんだよ、口につけてくんな。で押してすぐ上に行けということですかね。いや合ってんじゃない、左もめちゃめちゃ怪しいですけど、頼む。おお変わった、怠け者が。これ左すげえ気になんない、裏バーがあるかな。ないのね。で左のオンオフも変わんないのね。今日はオンオフ仕事をサボる日みたいですね。でこのオンオフをしたら上に行ったらダメ、ならば左に行くしかないよな。それ以外ないと思います。でピンポンって言われた、絶対やってるやってる。でボムちゃんを投げて右下のブロックを壊す、それ以外ないと思いますよ。おばちゃん右下行け、クマクロ。このまま下に行ったらさ、ボム兵がでかいから爆発に巻き込まれる、だからこのすぐ、あ、すぐ投げればいいのね。で、ドスがいるの見える見えるぞ。キノコ取っていいのかな。どうしよう、あ、これ、それで、頼む、こっちが正解であってお願いします。ガリガリガー。いや、あの針の裏に床があるパターンマジでわからん、多分あると思うんですけど、やっぱりね。でこの土管に入っていけばいいのか、左のキノコもね飾りだと思いますよ。でヨシコ、こっち生まれてヨシコ、この卵は痛いよ。ヨシコ、仲良く旅をしようじゃないか。僕が一体何をしたって言うんだい。ハハハハ、ざまねえなヨシコ、さっきの熱っ。ならばここはスピンをしたまんま右に進む、これでマグマをかする。でここはどうやって行くんだろうな。
テレサ頭貸してくれる？いや照れなくていいって。頭貸せよお前。貸してくれるんだね。でチョロップを倒しいのドアに入ろうか。で次は、おっとこの演出はゴールの匂いがプンプンしますけど、まだゴールはなさそうだ。で上にボムちゃんがいる。あのボムちゃんは何なんだろうな。ん？どういうこと？なんでわざわざ B ブロックが発動したのかな。 B ブロックというか P スイッチでさ、今この下のブロック壊れたじゃん。なんか意味ありそうじゃない。あそこの下に落ちればゴールですみたいな。いや待てよ、ここゴールなのか。本当にゴールなのか。いや一旦右行ってみようか。これ右にゴールだじゃねえか。いや待って、分かったかもしれん。この下がゴールなんじゃない。だからここでボム兵を落とすでしょ。そうするとこの下爆発したんだけど、こっからゴールができますみたいな。頼む殺して。シャいやこのコースはすごい遊びやすかったですね。楽しいコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、一発マリオ雲を使ってジャンプ。説明文に Thank you for playing、 遊んでくれてありがとうって書いてあるんですけど、このコースはね全体像を見てみると、落ちてくる雲を足場にしてどんどん上に上がっていけっていうコースだと思うんだよな。まあ以前ブランコで似たようなコースをしたことがあると思います。それの雲バージョンっていう感じなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。ブランコってさ、捕まってジャンプすれば上に上がれるんだけど、クモの場合はちゃんと足場を利用しなきゃいけないから難しそうなんだよな。さあ始まった。このクモの上にどんどん登っていけっていうコースだと思うんですけど、いやクモ少なくね。まず最初どのクモに乗るかが一番大事、見極めよう。全くわからん。こんなのね体で覚えるのが一番いいんですよ。このクモは乗れないのね。じゃあこのクモかで左のクモ最初と一緒やんか。右より左の雲が良さそうじゃない。これちょっと高いからさ、この雲に乗った後これよ、でこれもんよ、でこうしてこうよ恥ずかしいと思うよ。右の雲に乗ろうか。この雲でこんだけ降ってくりゃ適当に行けると思うんだよな。来たんじゃない。たまにはゴールが来いよ。こんな雲じゃないでさ、ジュゲムが乗ってる方の雲を用意してきてくださいよ。いやなかなかいいんじゃないこれ。何が？分かったよ、羽根付きだ。羽根付きの雲がヒントになってると思う。闇雲にしてっても難しいね。雲だけにうるせえ。まずこの雲に乗ることは間違ってないと思う。であの3つの雲に乗りたいんだよな。それに乗るためにはあと1回何かの雲に乗らなきゃいけないってことはよ、やっぱり羽根付きの雲に乗る必要がある。でこっからこうして攻略を見つけたぞ。攻略法さえ分かればもうこっちのもんや。こっから左にジャンプして届けーしゃこれめちゃめちゃ早かったと思うよ。いやこういう雲乗り継ぎゲーっていうのもめちゃめちゃ楽しいもんですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1アイテム禁止。説明文にアイテムを取らないでください、少し難しいです、クリア率 0% 狙ってますって書いてるんですけど、サムネを見る感じ1の1のどこそれ事故により改良してるんでしょうねきっと。まあこのコースはアイテム禁止らしいんですけど、流れてくるのかなアイテムが、それを避けつつゴールを目指せっていう位置の位置だと思うんですよね。いやそれだったら斬新だよな。そんな位置の位置見たことないから楽しみだね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.36%。 正直アイテムが流れてくるだけだったらそんなに難しくなさそうな気するんですけどね。でゴール条件は1回もダメージを受けないでゴール。了解しました。この1回もダメージいやちょっと待って。いやどうすんの、こんなにキノコが降ってきたら、意外といけんのね中華オートスクロールなんだこんな奥アイテム止まってくるな、いけようなんて地下作っとけ。面白い、スピード感のある1の1だね。さらにはアイテムも避けなきゃいけないと、ここは早めに下に行かなきゃいけないと思いますよちょ何考えてんだこの制作者。いやでもいいコース、いいコース、これは運ゲーではないよな。ジャンプして上から行っちゃって、ここは、右に行っちゃっていいのかな。でかきのこ様、このコースの攻略法が分かりました。なるべく右側に行っちゃった方が安全だということかな。いきなり右から来る可能性もあるんですけど、なんか緩くなってない？制作者クリアチェックに疲れてきたのかな。ゴールじゃないじゃん。いやこれは取っていいよな。キノコが混ざってない。やっはっはっはっ、ガチブロックとかあるかもしれない、気をつけようか。ないね、やったー
いや、めちゃめちゃ好きなコースでしたね。もうちょっと難しくしてくれても楽しかったかなって思います。どうもありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。